チャンネル GH ニュースへようこそ。私たちのチャンネルは、佐藤健と上白石萌音に関する最新ニュースで常に更新されています。佐藤健と井上真央、無防備な新顔にファン歓喜、可愛すぎる、本当に寝ちゃったの？本作において井上は主人公相葉優衣、佐藤は優衣の恋人で、殺人事件に巻き込まれ幽霊となった鳥屋直儀を演じる。公式インスタグラムは井上の可愛すぎる新顔写真を投稿し、すやすやと気持ち良さそうに眠っている姫、夢の中で直樹と会っているのでしょうか、新顔まで可愛らしい姫でした、とコメントした。女優の井上真央が主演を務め、佐藤健と松山健一が共演するドラマ、100万回言えばよかった、TBSK、毎週金曜22時の公式インスタグラムが8日、井上の無防備な新顔ショットを公開した。この投稿にファンからは、可愛すぎます。これは本気で寝ちゃったのかな？可愛い真央ちゃんの寝顔ショット、ありがとうございます。可愛い可愛い可愛い姫がいい夢を見てますように、とあまりの可愛さに悶絶するコメントが多く寄せられた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。